松本バッチの今日の朝から絶版ネオ。今日も朝から全突破ネオ後半戦スタートでーす。後半でもさあ引き続き新鬼武者2の方を実践していきたいと思います。はい、で後半からですね、逆転チャレンジポイントの方が追加されまして、通常時がバッサリゾーン宿アイコンまで到達で、はい、300ポイントの横すごいカメラ目線怖いぐらい見てたすごいつぶらない瞳 で2つ目が AT 中桜玉獲得、これも300ポイントでございます。でもう一つは、ボーナスで総研ボーナス、新総研ボーナス青7ゾロね、はい、300ポイントでやっていきたいと思います。かしこです。全部やれるビジョンあり、まあ、ボーナスなんか特にね、3、4個引いたらめちゃくちゃ逆転のチャンスあると思う。すごい打ってるすぐ打ってる打っていきましょう。はい、りょうです。二人はな、それなりに楽しい AT やったからな。今ちょいマイナですね、ちょっとまくった。僕は2000枚プラスぐらい行ってないんですよ。行かず、これは投資4万ぐらいまで行きますな。ここでバッチさんががっつり逆転チャレンジ取るようだと、うん、まあ、話は変わってくるみたいな感じですね。確かに。バッサリゾーン行きます。失敗してください右まで行って、失敗してください。失敗お願いします。まずいです。ジャンプの S2 回連続で外してます。早く終わってください。緑までは行きたいんですよね。岩井さん失敗してください。赤組赤組俺一人だけじゃない。そう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 、白組のヘイトすごいんだけど。終わんのかい。ほんで黄色で岩井くん頑張っています。ダメだ、ヘオエ岩井くん、病欠です。あのいない人を祭り上げないでください、じゃあ。だって学校行くときってこうなんか登校班みたいなので行かなかったんですか。だからその登校班の、うん、あと初めての友達と会うのが 1.5 キロ先だから。1.5 キロ歩いた上で緑スタート、チャンス。おー、チャンス投稿班の話とか言ったチャンス。よし、お断りだ、外せ。うわー、頑張れ、粘れ。よし、うわー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 、圧まで来たよ、圧まで来て、外せ。もう分かった、宿までは行くな。もう分かったか、もう逆にな、もう分かった、逆にそこ、もうこっちも折れる、それはこっちも折れるから、途中までは良しとするってことで、折れるから宿までは行かないでほしい。かー、あぶねー、熱止まり、耐えです。熱止まりか、まあ、別にもうこれに関してはもうガセってもう天井だしどっちでもいい、マジで正直この前兆に関しては。いや大事ですよ、数千円変わってくる。お初お初いねえか。おい、ガセんのかい、本当に本当にガセるんかい。あれ、これ天井ってすぐあれだっけ、直当たりするんだっけ、それともバッサリゾーン出てくるんだっけ。バッサリですね。あ、バッサリか。あれ、成功確定のバッサリゾーンが出てくるんだっけ。あ、そう、のはず。宿まで行って青七を引いてくるまでやらないと。それでね、クマちゃんからポイント取ればなんで2位にはなれるっすもんね。なんでなんで、どうして。もう1位はね、もう諦めてもらって。どうして。いやいや、1位諦めないでしょう。どうして。天下の松本バッチがよ、そんな守りに入るわけないって。天下の松本バッチ、天井だよ。どうして守りに入ったの。天下の松本バッチじゃなくて天井の松本バッチですよ。上しか見てないんだから。天井天下ゆいが独尊。私はそういうかっこいい人だって思う。危ない。かっこいい人危ないって言ってる。危ないよ。あぶねえ。いつだって、いつだって向上心に満ち溢れてると思ってる。いつだって1位狙ってると思ってるんで。今折れそうになってたよ。危
危ない危ないって言ってたよ。もう危ないよ。そんなね、2位を蹴落とすなんてこすいことはしないはずです。もう危ない。もう危ないよ。うっしゅ。空気抜けちゃったけどよ。プッシュ。さあ、遠いな、宿。はい、セント25ゲーム。セント25ゲームの金隠し。43本。お初ですか？うん、早期。うわあ、これはやらかした、マイさん。まずいね。これはまずい、今。あ、さっきの天井天下優位が独尊じゃないけど、うん、昔のロックでなしブルースのパチンコで、うん、天井天下優位がタイソン予告ってのがあってさ、タイソン、そう、マイクタイソン、10円玉拾うときにうっかりアッパーの構えを見つけるっていうすごいあの演出があるのよ。何それ、懐かしい。天井天下優位がタイソン予告、おあとがよろしいようで、 40% ぐらいだった気がするけど。もしかしてイエスボーナスだお、青青青、黒黒、地面の3が出ると新創建確定みたいなね、黒だよ、危ない危ない、ボーナス、おにぼ、まあまあまあ、よかよか、ポインポインポイン、おら、いきなり紫ガッチャめ、チャンス目で10、いやだ。イエス。は？え、強リップじゃない？強リップだ。あらら、え、ある。9000分の1引いたドス。滅。モミジを呼び込みます。切れない。切れない。30以上の滅玉で止まった。なんでぞ。なんでぞ。なんでぞ、初めて聞く語尾、なんでぞ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 、悲しき怪物、あ、キョーベルボーナス引いた方が早い。ボーナスの方が軽い。めっちゃ片目引いてる。どうしてスイカが外れると思ったら何か揃う。全然リーチ目じゃない。ちょっとボーナスちょうだい。 Yes, I do! フリーズするんでしょ、ボーイ。死なあしたかったけど、子役で当たった。ならばよし。なんだよ、もみったかと思った。もみった。うん、青。もみっちゃった？昇格確定まで。お、もらった。3、2、1、5、赤かい。赤確定かい。と思わせて。からの、さらに。もう一個上。もう一個上出しちゃう。赤7を狙え。素直に赤7狙います。まあ一歩ずつってことですかね。出す、とりあえず出す。バッサイリゾーン。わあ、いいよ、ぶっさりぐっさりゾーン。よし、あ、まずいね、これ。あ、やらかしたかも。あ、やらかしてる。お疲れ様でした。お疲れ様。こんな下手くそおる。お疲れ様でした。あら、リーチ目じゃねえの。あ、本当にすごいボーナスが。青、青、赤、赤だなを狙え。いいぞ、いい感じだぞ。ストックちょうだいよ、オラにも。あ、フリーズしとる、フリーズがしとる、フリーズばしております。よっしゃ、ボーナスレーン、バーを狙い。青なら出てこねえな。青なら 10% ないっすもんね。オニボヌス。さあ、メッツの中身を確かめてみようか。メッツの中身はなんだろうな。おい、赤10かよ。あ、30ではねえわ。まあ、100じゃないですか、多分。まあ、そういうことか。最低100。100だねー。おー、実質桜。ピロピー。
まあ、ならまあ納得だ。もみじは出せなかったかということでいいだろう。バッサリゾーン。はい、バッサリ。ハイパー。強リップでしたね。さあ、頑張りましょう。おーし、危ねえ、耐えたー。おーし、おーし、おーし。ハイパーです。ハイパーです。おーし、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 あっつ。おーし、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 おーし。ナイス。あと、あれ、連続チャンス？お、大チャンスじゃないの、あなた。いけるぜ。チャンダイス。ハイパーです。岩井から300です。 あるぞ。でも桜以上は確定。もみじ、あ、いやー、桜を見たらもみじになってくれないか。ならねえか。逆に両者300ポイント。岩井さんから300ポイント。岩井さんから300ポイント。これだから困るんだよな、序盤にリードすると持ってかれるからな。まあいいさ、俺も条件は一緒さ。俺も天井行くのでは、これこのペース。なんもないや、なんでもないや、なんでもないや、やっぱりなんでもないや。ああ、ベル。うわーい、青なら引け、耐えしのぎでしたわ。560元。私は信じてるよ。まだそのオカルトやってんの？私は信じてる。右見てみなよ、関係ねえよ。まだやってた。でもだって私は信じてる。早期だろうがわざわざ関係ない。引きだよ、引き。信じる者は救われるとも言うしな。そうですよ、私オカルト大好きだから。いやーん、赤七でしたわ。こちらでござる、バッサリゾーンでござるよ。ござるござる。シナリオが終わってるでござる。まずいでござる。終了です。青で終わったでござるよ。笑い事じゃねえ。天井は天井よ。何スルーさせる気だ俺に。岩井殿、天井どんだけ下手な。岩井殿、岩井殿。でもあれだよ、バチさん休憩中にどでかいの当ててるからマイナスクマちゃまだけだよ今今日。え、な、3万周当てたってやつ。そこであの石なんか運命共同体みたいな感じ違うよ。3万周当てたってやつ、うん、なんならバチさんが一番勝ってるで、間違いない。あー、10か110っすね。110の王。おおカバ、お、カバちゃん。カバちゃんじゃないですかそれ。あんま聞かないイントネーションなんですけど、カバちゃんは聞いたことあるんですけど、カバちゃんはないですよ。カバちゃん、うん、でで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 、カバちゃん出てくる。でで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 、カバちゃんが絶対プレミアムだろ。カバちゃんがこうやって走った。あー、確定。いい、めっちゃか。やば、おお、捕まえた。確定一ペチン潰しちゃった言うて、もう怖いんだけどこの子。いやでも今ボーナス引いたから私の腕が守られたな。ついてるという見方もできるね。ついてる。あらららら、主順の強チャンスね。さあ、バッサリバッサリ、我を導きたまえ。びっくりした、リーチ目降格中な。びっくりした。あ、それでも青七じゃね。それ双剣だと。ガチ、リーチ目3だったと思うよ。核ですか、それ。青七じゃね。イエーイ、
赤七これが悪いってこと？赤七以上だった。赤七以上か。ねえ赤七じゃん。ぬか喜び、ぬか喜び。俺らもうろ覚え、うろ覚え。ああ、確定してる。そう、うわすげえ。何それ？えぐ。一番上のシナリオ。キモー。えぐ。書くってことだ。でもここまで取ったらね、50ゲームぐらい乗っけるから。書くで書くで書くってことだ。すげえ、初めて見た。すごい。ね、珍しい。どこまでいけるかな？やっぱなんか、なんか仕組んでるよ。危ないです。2個目でつまずきそうです。そんなバカな、そういう時こそ走り切った方がいいんじゃないのって。当たったんでね、まあね。わ別にいいんで。うわもうここまでいけてなかったらあんま意味ない。もったいないお化けだ。でも今日 AT 中うまいから頑張ろう。まあ、ジャム、はい、もうこういうことだから。もうお初じゃないんだよ。ん？時間帯がもうお初じゃないの。あーなるほど、この時間はお初じゃないんだ。もう午後になってるでしょ。うん、あかねなんだよねこれ。中の色だからってこと。そう、あかね空になりかけてるでしょ、もう外は。なってねえよ、全然。まだめちゃくちゃピーカンだよ、まだ全然だよ。ただ9000分の1の子役引いても見れなかった。すごい薄い振り分け引かないと無理なんだ。まあそれはそっか。もうボーナス連とかやめない？怖いんだけど俺。もういいって。一旦やめよ。ボーナス連とかを。よし、1個取った。はっ！あ、切れない。さすがにね。さすがにですよね。きゃー、終わった。さあ、たまには連チャンしてみないか。あ、バッチさんも俺も同じタイミングでバトル。アカネさんお願いしますよ。これはダメだ。ダメだ。おい、オール単発か。復帰飛べや言うてますけど。まずい。ただ武器を使ってるだけお初よりはいける。あかん、頑張れ。連チャンゼロマン。あかん。あー、フリーさん、よーし、あぶねー。ズルだ。ズルじゃないですよ、ループ引いただけです。863枚。あぶねー、やっぱあかねよ。ありがとう。よし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 。さあ、2連目現場今日バトル。白白強攻撃来い。弱い弱いけど優勢で。あーまずいねこれ。終わったー。ババババッサリきたー。ありがてー、最高。継続もいい復活ですね。でここで満を持してお初ね。こういうこと。継続うますぎるだろう。継続助かるな。 50% だとしてここ突破したらあの聖夜の GB 当選と一緒ですもんね。そうだよ。あ、下プリン消えた。え、リーチ目効果とかじゃないけど。チャンスじゃないの。めちゃくちゃ熱い。あらら、それあなたレイアク引いてないの。レアク引いてないです、何も。それはあなた、でっかいの乗るんじゃないのって。あれ、うん、あれか、鉛1目か、うん、リリス。ああ、鉛1目だ、ね、普通に。はあ、うわちょっと今のテンション上がった。危なかで、3桁乗せも全然あったもんな。危なかですよ。リリーリーチ目何番なんだろう。赤か。青確定だったりしねえかな。赤赤赤。全然いいよ、これでリーチ目降格いってっていうね流れができたんで。やっぱお初だね。ほらお初にしたら2ゲームでこれだもん。ほれい。なんか誰もいないとこでお花見したいな。
誰もいないところ。あのお花見って混雑するから。いや別に一人でとは言ってないんだよ俺。みんなで誰もいないとこでね、一個のグループで。お好きにどうぞ。あ、誘ってねえ別に。なんだよ誰もいない。な急になんか海物語みたいな。よし引き戻したね。68ゲーム。もう一度やり直す。さすがに終わるか。皆さん明るいチャンスですよ今の時間帯。展開なんでなんでなの。何勾配バトル。何勾配展開。何勾配頑張れ。梅と書いて。ささし。負けない。さあここのリーチ目高額で頑張りましょう。まさか普通の強チェリー。ドドン。お願いします。リーチ目より薄いのを引いていく。あかーん。352枚エンディック。あるねー。こぶい。うわースイカかー。強チェとスイカ引いた。リーチ目降格中に空を負った。あ、継続確定の音楽流れてる。あら、ほら展開だもん。気づかなかった。ピロリロリ言うてるわ。およよよよよ。さすがなんかしれっと流れますよね。ね、さすが南工房。南工房終わりです。終わりです。はい、フリーズしてるです。ズバババッバッサリー。いやー、ロベルト、フォンゴ、フロイス。さあお初頑張ろうか。ここね、一丁一丁行ったろかいって。嫌だって。マキョバトルしたろかいって。ウサギみたいなのついてんだ、なんかケツに。尻尾ね、かわいい。ケツ見てる。あ、青だったらややチャンス。すごい、すごいお初選んでケツ見てる。横乳とかケツとか。お初嫌なんだって。お初選んだ時にいいのはね、敵もちょっとエロいんだよね。最低。性的な目で。あー行った、よし、ナイスお初。性的な目で戦いを見ている。許せない、こんな人が勝って私が負けるなんて。いいキャットファイトでした。命がキャットファイト呼ばわりしてる。命がけの戦いを性的な目で見ている。ありがとう。許せないよ。満を持しての葬儀ね、ここで。怪人の葬儀。鬼武者のゲームリメイクされないかな。いや、あるでしょ。なんか今のスチームとか。ああ、そういうこと。あのちょっとクオリティを上げてオリジナルストーリーとかつけて、うん、みたいな。ゲームの方。ゲームの方。終わるんかーい。うん、鬼武者のゲームやってない。見てた、でも見てた、やってるのは。286枚。さあ早期行ったろかい。いやー弱いな、吹き飛べや。ノーチャンスアップ。押されてるけどレア子役を引いた。でも書き換え薄いんだよな、弱だと。スイカ。あー終わったか。ズバブ。あー終わった。終わったー。でも500枚近く取れてますね。意外と粘りましたね。うますぎ。松本バッチの今日も朝から全突破ネオ。この世のものとは思えないほどの睡魔に襲われている。よう耐えてますね、はい、じゃあ持てる力の全てを持って耐えている、うん、
ただ寝ないことだけに集中する時間。この世のものとは思えぬそんなに地球上では考えられないぐらいの睡魔が来てるんだ今この世のものとは思えぬ。あっさり飛んだから目覚めてください。よっぽどだね。はっそんな忍法みたいな感じで眠さって飛ぶんすか。にゃんかあれだってね、にゃんかって言ってるからにゃんかね、猫みたいになっちゃった上見て、うん、天井顎を上げあまり上げずに目だけで天井を10秒見て戻すんだ。えその間に寝てるっていう話じゃなくて、で左角、はい、視界の左角を見て、はい、右下見て、うん、右上見て、うん、左下を見て、左下？そう、角、視界の端っこをなるべく一番端っこを見て、うん、眼球ぐるっと回すようにすると目が覚めるって、眠気がそう飛ぶらしいよ。飛びました？脳科学者が言ってた。飛んだかも。すごい。それはバッサリゾーンだからではなくなんか今の当たったからでは、今の発言占い信じそうですよね。え、今の発言占い信じそうな感じしましたよね。バッチさん、うん、バッチさんバカ野郎、占いじゃなくて都市伝説信じてるから。あ、そっか、バカ野郎、信じてんじゃねえ科学今のは科学者が言ってることだ。占ってんじゃねえ。でもそれぐらいの怪しさありましたよね今ね。バカ野郎、いやあなたはお金貯めるの上手ですよねよりは全然信頼できるよ。目ん玉が脳神経とつながってんだよ今度からやってみよう。視神経とつながっていると。私もたまに意識ないときある。白目向きながら打ってるときあるもう手遅れなんじゃない。そしたら意識ねえんだろ。意識ない、うん、意識なくなる前にやるやつじゃないのこれ意識ない。たまに押し順意味わかんない打ち方してるときある。赤だ。あ、それはずっとそうだよ。あら、タイマー、タイマー、タイマーアッパーカット。サガットが近寄ってきた。発音が似てたばっかりに。サガット、熱って書いてある。サガットが近寄ってきた。ボタンを押してください。よかろう。くだせえって言ってました。ボタンを押してください。そんななんか江戸こんな感じでした。くだされじゃないの。くだされって書いてあった。黄色。あったですね。ただ発音はくだせえだ。くだせえだ。くだせえ。まあそう近いな。くだせえ、くだせえ。よし早い。ナイス初当たり。ナイス初当たらさす。初当たらす。己鬼の一族めがこのボケなす。よし47投げる。めちゃくちゃ言うやん。すんごい恨み持ってるやん鬼の一族に。AT。このボケなす。十ズ連。十ズ連してるよ。十ズ連珍しいな。よし、すごい単発だけど。でもロベルト、ロベルトでリベンジ。初手ロベルト見たことない初手ロベルト、初手ロベルトリベンジ初めて見たな。初手ロベルト、ちょっと気になるところではありますね。僕あの検証したことないんで初手ロベルトは美女がそそらない感じ。なんかねロベルトはその、まあ、新鬼武者の頃からなんだろう、演出別強くないのよ。魔空石を破壊しろみたいなやつあるんだけど、あんま当たり目じゃないし、あの 弱演出担当だよな。なんかその研究室みたいなとこも同じステージじゃないですか昔と、うん、そうだな。なんかね続くイメージないんですよそこ、うん、なんでなんだろう。よし、おーリーチ目広角からボーナスゲット。ピョピョピョ、ナイスロベルト。ピョピョピョ、ブルーブルーセブンカモン。これ金？それ金。あ、それ金です。青確定ですよ。いつも白？いつも白っす。確定が白だっけ？よっしゃー！あーらーらー。うわぁ、俺もうクマチャムに抜かれちゃってるからな、今。これ金閣寺か。え、私は今地に…クマチャムに抜かれちゃってるからな、今。地に落ちていくんだよ。1位あるよ、まだ。600取られてるからな、まだ1位狙える。俺はもうマイナス8000ぐらいかな、俺今。1位狙えるよ。ガチャガチャうるせえから両方から取るか。そんなシステムは…まあ、もう一回連チャンで引けばできるのか。さあ、新創建ボーナスでパッチさんが横取り300ポイントです。どちらから
ガンチャか取るでしょうねだよなでしょうね間に合う可能性ありありよしプラマイゼロが見えてくるぞ見えてくるプラマイゼロになったらまだか先生だって先生で500持ってるわけじゃん、うん、で300、300取ってるから1100プラスでしょ、うん、だから正直あのポイント、うん、ポイントではもう間もなくプラスで俺多分マイナスですからね今900持ってからでマイナスポイントマイナスポイントだと思いますよイエーイなんだ私イエーイまだマイナスかなまちゃまはマイナスじゃない300プラスしてもザーコザーコまだ終始で言ったら俺の方が勝ってますよザーコザーコ勝つぞ勝とう一応緑セリフは出てたんで悪くないシナリオと2個超えたいねここダメだよ許さないよまずい外れろこの野郎かー赤もう1個行きたかったなせめて全然弱い頼むぞセリフライス緑セリフとりあえずバッサリ普通の右ストレートだフロイスの右ストレート右ストレートでぶっ放すあーつい本当に連チャンしねえな本当に連チャンしやがらねぶっ放すループ持ってんのかマジで上乗せだけで戦ってるあららら。よいしょ333枚ね大丈夫期待しろくそったるみ一応青セリフ左ん大丈夫か大丈夫おいおいあぶねー百鬼抜け百鬼よかった百鬼抜け百鬼百鬼を百鬼確定だありがてやだ私もやりたいねテロリロリ157ゲーム100機じゃねえやチャンスは赤からここはあえての早期早期撤退早めに AT 終わるってことそれ戦う前にそうああ終わった単発かやらかしのマーキーの松本マッチの今日も朝から全突破ネオえれ違うあいいよいいよ俺青3つからやわいいなクマちゃんも緑からだもんな、ね、行ってやるかな2個突破するだけでもう赤だもんね行ってやるかな橋本かな誰が橋本かんなだよドカーンすげーる、はい、演出は強いね、はい、チャンスね、はい、取ったんじゃないいないんだよねいや、そっからの100機は強いよあるありますあるある第一点信じてもいいですかそれはうん緑100機はいいよ外れたらどだこねていい外れたらどだこねていいですかいいよバタバタしていいですか、うん、確定とは言わないぞあるかもって言ってるあ強めだよって強めだよって強めだよってお願いリーチオーマイガーいつの間にやらそれではバッサリ行かせていただきますバサ弱いな弱いけど行ったな助かるな行ってるバサ300ポイントおい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 どっちが上なんだまだそっちか、余裕で何枚ぐらいなんだろうここ1500だよねちょっと待ってよ、ね、あいつでも何本取られてんだ俺が2回とクマチャムから1回だろ1000枚減らして、はい、1000
俺今マイナス何歩だろう3 3 3 私まだプラス域にないですよまだガンダムクマちゃんも300ポイント持ってるし今当たるからねガンちゃんから取りますそうやろマジでよおいヒゲヒゲこれヒゲだよヒゲこれオラがヒゲだよナナーすオラがヒゲだよよしこっから取るぞでかいなんとかなれー落ちてこいあかーん外れ目取れねえもんだなアラズン展開選んでないあー下パネ消えたやったやったやったよーそれはあるぞそれはあるぞボーナスじゃないだろそれあるぞ多分それ切れるよだって下パネ消えてるからそれ切れるぞでも玉じゃねえから玉じゃねえからいいや直乗せだはい直乗せだわ直乗せの方だ500ぐらいなんないかな今すげえボーナスだえてタンタンタンって止めてたけど、うん、下パネうわーでかいうわ惜しい玉だったらもみじあった確かにでかくねたらもみじあったよあるほらバチさん取る方間違えてる危ない頑張るよ取る方間違えてますやん頑張ろうねこれは間違えたかもしれんはにゃはにゃぼーにゃすにゃすにゃすガッチャな玉だ切れてもいいぞバチさん玉のたびに切ろうとするけどあシャリーン広角でだってね弱チャンス目で十分だったなバババッサリポーズいっぱい使ったなーっていいねあ、おならだいらっしゃいいらっしゃいクマちゃんから取りますなんでですかありがとうございますよーすなんでですかよっしゃポイント侍だこれなんでですか最近来店行っていろんな人にこう台の状況どうですかみたいな聞いてるときに頑張ってくださいねって言われることめっちゃ多いです応援してもらえる頑張ってくださいねまあ正直だけど終わり ある終わりもう、そうか9時オープンかほんまや実戦終了ですマジそうか栃木なんでちょっと早め僕は思ってたより早めだったんで俺結構もうちょい頑張れるかと思ってたんですけどあれあれあれ2人は AT 中ということで延長戦です、はいはいまあ、僕ね序盤に結構リードはしてたんで、うんまあ、横取りはありましたけど、うんまあ、結果どうなるのか、お楽しみにということでありがとうございました本当に分からんあれれれれエンディングをお楽しみにあとすごい終わってる気づいたら終わったすごい終わってたびっくりした700枚だでもすごい終わってたシサ終わっちゃった1387枚です松本バッチの今日も朝から全ツパネオ実戦終了です、はい、お疲れ様でした激戦いや懐かしい盛り上がりましたよ新鬼武者2でめちゃくちゃおもろかったねちょっとどうなるか不安だったんですけど、うん、今鬼武者が一番おもろいかもしれない一番おもろいですかあの鬼武者2鬼武者2デビューしてからあの今までの時期で、今の時期が一番おもろいかもしれない一回他の機種打って戻ってきておもろってなってるちょっと原点回帰だよね投資8000円とか数千円でどうにかなってる方もあるわけでしょ、で僕がまあ4万とか入れても戻ってきたりとかして戻ってきましたね今鬼武者が一番おもろいことだ一番たまたま今日回収できたから改めて一番改めて見直してみたら、あの時に打った鬼武者この時に打った鬼武者今打つ鬼武者が一番おもろいこと他の機種比べて鬼武者が一番っていう意味じゃなくて、鬼武者を打つ中で今一番、鬼武者の旬が今そうそうそうあなるほどねじゃあ結果もいきますかおい、はい、
順番はどうしますか。どうしましょうね。2人延長してるじゃないですか。そうね。僕延長してないんですよ。じゃあ終わった順に行こうか。はい、わかりました。動詞がですね368枚、で回収が、1098枚。あ、すげえプラってんじゃん、うん、なので3枚で言うとプラスの730枚でございます。いいな。でポイントなんですけど、はい、熊島から1回取られて、いただきました。バッチンが3回取られまして、1、2、はい、はい、マイナスの1200ポイント、はい、で僕はあの1個も取ることができなかったということで、トータルがですね本日マイナスの470ポイントでございます。勝負に勝って試合に負けるタイプだ。いやちょっとその感じすごいんですけど、まあね、でもそれが一番いいよ、うん、序盤ぶっちゃけポイントじゃ飯は食えないそうそうポイントは別にあれだから、米とか買えないから。そうですね、うん、はい、まあ、ちょっと財布はねちょっと潤いましたね、うん、はい、まあ結構満足できたら良かったかなと思います。まあ、いい AT だと思う。問題はここなんですよ。そうですね、はい、僕結果分かってないんで。私がじゃあ先行きましょうか。はい、に上がった私の方ですね。投資が4万3000円、はい、1978枚、はい、で回収が1848枚なので、もう3枚はもう130枚の前です。で、ポイントがですね、先制ポイントと、はい、先制ポイント500ポイント1回、はい、で、ガンちゃんから3回とクマちゃんから1回で300ポイント、はい、計4回取りましたので、はい、僕ポイントだけで1700ポイント持ってます。すごっ。ということで、トータルが1570ポイントのプラスと。すんごいじゃん。すんごいじゃん。負けてるくせに。イエス。すんごいじゃん。すんごいじゃん。獲得枚数ぐらい取ってんじゃん。うん、すごい。ポイントバブリー。すんごい青7ポイントバブル。じゃあクマちゃんいきますか。はい。そして最後の最後まで延長した私なんですけれども、はい、投資が1564枚、そしてなんと獲得1743枚で、私はプラス域まで出すことができました。なんですが、問題のポイントですね。そうだね。まず、あのガンチャモ兄様から取らせていただきまして、1回で、ね、バツさんに取られてしまいまして、はい、その後、何も起きず、あ、取れてないんだ。起きず。プラス179ポイントです。あ、つまらない。ポイントでだいぶ変わった感じですね。俺が一番負けてるのに、俺優勝ってことだよね。優勝です。これすごいわ。だからもうやっぱ台の使い方が、まあどこで引いたかですよね。そうそうそう。俺も序盤だったらね、あの青7とか引いてたんで、ちょっとポイント取れたかもしれないです。というわけで優勝、はい、おめでとうございます。あれ、俺2連覇これ。前回どう？前回私勝った。あ、そうなの。え、前回勝った。あ、そうだ、前回延々で居残りしてた。前回私勝った。久しぶりの勝。その前も私勝った。え、2連勝。じゃあ久々のチャンピオンじゃなかったかな。俺でもずいぶん MC やってないよ。あ、じゃあそうだ、うん、オジエバーは違う、永遠の前からオジエバー勝ってましたよね。カラサーは、うん、カラサーは私勝たなかったっけ、負けたっけ。あの、俺がずっとボコボコで1個前でピンタされたのしか覚えてない。私勝ったっけ、あれ、勝ち逃げしたんでしたっけ。もう覚えてない何一つ本当に覚えてないです。私勝った記憶あるんだよな。何一つ覚えてないけど、ずいぶん、2人のどっちかが MC やってるのを見てる、うん、半年ぐらい見てるイメージ、うんうん、じゃあ多分ここラッシュ入った後にこっちが連続でチャンピオンで、今回久々の、まあ、そうだね、トップですね、うん、どっちかが結構やっぱ出すんだよ最初に、うん、そうで、その俺含めて片方からポイントを狙われ続けて、うん、ポイントなくなって、この行動多い、そう漁夫の利ですよね。そうだよね。あれ、これどっちがビリ？こっちか。僕がビリです。あ、ビリ？そうですよ。あんたが取ったやつのせいで。そうだよ。そうなんだ。1回分こっちからあの上乗せするときに取ってれば俺が2位だったのに。すごいね。そうだよ。ビリだ。その間で言うと俺一番勝ってるんですけどね。まあまあまあ。いいじゃないですか。はい、まあ、次回ね、何の機種か分かりませんけれども、はい、また MC として、次は勝ち切りたいと思いますので、はい、また次回もご覧いただければなと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。